朗報です。ついに貞子の呪いの方程式が明かされました。知りたい人はいいねと保存をお願いします。貞子 DX の感想。この映画を一言で言うと、超体感型の謎解きタイムサスペンスホラーです。小芝風花さん演じる IT200 の頭脳の女の子が呪いの方程式を24時間以内に解くことができるのか。見た者が一定時間の後に必ず死に至るという呪いのビデオから25年。今度は呪いのビデオも適応進化し、SNS で拡散、感染、パンデミック、と広がっていく恐怖を描いています。貞子も流行りに敏感なんだね。初期のリングの頃は呪われた人に与えられたタイムリミットは1週間だったんだけど、今回から24時間と大幅に短縮されています。さらにこの映画の企画が立ち上がった頃、新型コロナウイルスが流行り始めて未曽有の事態に突入。そこで映画スタッフも貞子ウイルスが時代の変化に合わせて変異するアイディアに変えたそうです。いやー、ホラーって流行りに本当に敏感。この動画